治った、よし。はあ、オッケー、ハートありがとうございます。ハートじゃないか、ハートだね、ハートレインボースター雪ありがとうございます。おはようさんちゃん、それでは今日はすぐに次配信スタートです。おはようございます。ありがとうございます。カウンちゃんおはよう、時短配信。カウンちゃん雪に顔を埋めるよりも冷たいよ。そんな冷たくないよ。おはようさんちゃん、公演は外れです。9日から何も当たらなくなりました。オーマイガー、おはようハートありがとう、弁護士さんありがとう、おはよう雪ありがとう、黄色いサイルもありがとう、カニアニオカセビダママユミ、まだ決まってないけど昨日はママユミでしたね。ポストしてくれてたんだね、昨日気づきまして。おはようおはよう、皆さんがね教えてくれて気づけてよかった。次配信スタート、おはよう、今日も会員ありがとう、おはよう、お元気やんちゃん、なんでやねん、元気ですよ。ぐずるりさんおはよう、ぐんちゃんおはよう、さんちゃんありがとう、おはようんちゃん、なんでやねん、おはよう、さんちゃん今日も会員大好き、ありがとう、おはよう、たくまん、おはよう、リカタリアのユミハン、おはよう、おはよう、おはよう、ひゃっほい、くずりさん、おはよう、いってきます、いってらっしゃい、早いね、おはよう、いかどうじゃしゃん、おはよう、くまちゃん、ありがとう、おはー、くまくま、ちょっと待ってね、目に髪の毛が入った、おはーくま、ありがとうございます、おはくまちゃん Thank you。 おはよう、昨日の配信途中に落ちした夢でもカノサ喋ってたどういうこと、夢の中でも見てくれてたのかな、あたありがとう、あキリバーン1300回ありがとうございます、イエーイ、おはよう、いつも見てくれてありがとう、ハートありがとう、今日の黒いシャツはどこも穴開いてないよ、今日はてっくてっててーん、おおびっくりパンパンちょうどパンカーの紐見せた時にびっくりポンポンだったねありがとうございます、すごいスクショだったすごいタイミングになっちゃって、でもびっくりポンポン、ありがとうございます、せーの、はじゅれ、靴下は残念ながらはじゅれらしいです、嬉しいんですけど、そうで、あの紐はね、あの右が今日は短めって感じ、ハートありがとう、どんだけあなたにママいる、もうママいっぱい、
もうクリスマスじゃん、カノンさん、サンタさん来るの？今のところどうだろうな、来なさそうかな来なさそうかな、サンタさん。どうだろう。ハートありがとう、キーマの皆さん、おめでとうございますね。いつもありがとうございます。ハートありがとう、おはよう。でもシャッシャン、今日お母さんに完全に釣られる前に外れですそんな外れは悲しいです。今日もかわいさんちゃん、ありがとう、おはよう。ありがとう、シャッシャン、おはよう。あ、マークも改めてありがとう。今日は18時間へアップね、アップね。今日はどこの、ちょっと溶けちゃってわかんないねこれね。いや、前教えていただいた気もするんだけれども、おはよう。可愛いとこのパーカーです、お気に入り。布団から出たくないでござる、一緒でござる。おはようさんちゃん、おはよう。貴様かわいかんさん、ありがとう。ゆかたもしゃしゃん、おはよう。ゆきありがとう、おはよう。ゆかたもしゃしゃん、おはよう。ハートありがとう、びっくりポンポン。あ、改めてありがとう。ゆかたもしゃしゃん、おはよう。ゆきゆきさん、昨日の昼からささかま3枚しか食べてません。死んじゃうよ、なんでそんなちょっとしか食べてないの。おはよう。マイナス13度、うわー、おー、バカの日、あとありがとう、ゆきありがとう、おはいってなかった、おはよう、おはよう、おはよう、ゆきありがとう、あとありがとう、ゆきゆきしゃん、ゆきしゃしゃん、おはよう、ゆきありがとう。成人にサンタ来るわけないやん。なんでしゃんこないの。あとありがとう、はいよ、ゆかたしゃん、あなたはありがとう、ゆきプラの花ありがとう、あと主権さんありがとう、愛知県出身19歳さんちゃんことかなでおるとかいさわどかのんです。ペガリゴンミルキーウィーウィー、あ、服のね、ミルキーおはよう、おはよう。サンタさん、サンちゃんに会える件ください。だって。おはようございます。おはよう。タロちゃん、コロナありがとう。クローパー上、カー女子っていいね。だって。ありがとう。タロマちゃんがコロンだ。おはよう。ありがとう。アフタートークが18時間なので、登ってきます。ここ大事です。テストに出ます。おはようございます。今日は公演頑張ってね、配信で見る。うん。今日はね、いつぶりの声出していこうぜ公演なんだろう。結構ね、久しぶりだからなんかドキドキって感じです。8日 ?8 日ぶり？とか。ありがとうございます。初見です。なんでやねん。ありがとうございます。ハートありがとう。おはようございます。おはよう。スノードーム。ありがとうございます。スノードーム。キラキラ。おはよう。ペクリです。キャ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 。適当に言いました。そうなの？おはよう。佐渡姫様とうちの2人のトーク最高に楽しく。毎回楽しく聞いてもらいます、ありがとうございます。クズリオンジさん、毎、放送は第1と第3土曜日22時30分からですね。おはよう、久しぶりに行こうでさ、顔で出して行こうぜ、人生は一度から言いたいこと言えない、今は生きるのか、
で一番大きな愛をくれるあなた、あなた、あなた、あなたへ、トゥン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 、世界で飛んじゃった。最初声出しくらいちゃったもんね。君はポッパを足だけ見ててよ、足は死もダメ、君にとって日の日は私。誰しもいつか飛ぶ心臓を今熱く強く風を風に負けそうになっても、後悔だけはしたくないから、ありがとうございます。危ない、止まらなくなるところだった。おはよう。後ろはボサボサぽい。おはよう。司会者と久々感あるって感じ。あとなんかいろいろその間にいろいろその間にいろいろなことを覚えて、いろいろなステージをやらせていただいたのでね、あの余計にこう久しぶりって感じがしますね。いろんなのこう立ち位置とかが入っちゃって、本当に声出しが危ない危ない危ないって感じです。だから確認しなきゃなって、確認してしっかりできるようにします。金色のユーマありがとう。ロヨカのレオナさんの声は延期になったから、そっか、だちょっとダメじゃん、記憶全然。お休みいただきまして、その前がそうなると30日ぶりってこと。11月、そりゃ久しぶりじゃない。それはもう絶対久しぶりだよ。おはよう、おはよう。うずゆいさん、おはよう。11月21日声出し入ってない。11月21日かな。うぃー、だるまちゃんがコールだ、ありがとう。夜更かししたでね、目はまさに自己自得。そうなんだよね、本当にさ、なんで寝なかったんだってカノンも後悔することがたくさんある。本当にクマちゃん、改めてユキクマちゃんありがとうございます。ユキクマミヤピーも気に、ミヤピちゃんどこに行ってきた、あれカノンちゃんと戻ってきたからいいでしょ、えらいえらい、おかえりなさい。グッドリーシャンイカドクシャンシャン、サイリウムありがとう。ダルムシャンコロナありがとうね。楽しんどるームは緑がお味なお、苦笑い、後ろ髪もそうしたい、ピッケレン、おはよう。踊っていて筋肉もじゃんけれてたまぼん、おはおはさんちゃん、やっほー。12記憶のサンチス公演でしたけど、声出し公演いい目以外で作れたのキョッピーぐらい。くるみも出てくれたし、あずあず、あずあずは結構みんな出てくれてることない。ぐずりおじさん、お仕事行ってくるね、公演頑張っていってらっしゃい、ファイティーン、頼む頑張りよ。
すね、かのちゃんのライブ見たくない自分休める補習頑張って働いてます。おいいですね、何かに向けてっていうのは素敵ですね。はい、どうしましょう。11月30日以来、うわー、それは久しぶり。おはよう、ハートありがとう。昨日キョッピーは北海道ツアーの帰りの飛行機の隣、カノさんとミキさんだって空いてたか、俺も挟まれたいだって。ピンポン、ピンポンって当たり前だけど、そう、ミキちゃんとキョッピーと同じ列で帰ってきました。おはよう。どうしましょう。じゃあ生徒さん来年の辻も。そういうこと。バラの花ありがとう。おはよう、おはよう、おかおにゃんだろ。仕事に戻ります。朝からありがとう。またね、だって頑張ってね、お仕事。バイバイ、ありがとうございました。またね、おはよう。こんなし禁断症状ゆきありがとう。おはよう。1053日の配信を見たんだ、ありがとう。こちらこそ、おはよう。1053日ありがとう。アロハカロンボーン、カノンボーナスいっぱいもらいました。アイドルにもボーナスある。おほほ、ボーナスをいっぱいもらったのね。おめでとう。ボーナスか。どうなるんだろうね、ボーナス。あ、お腹が鳴ってる。年度開始105さんちゃん、確かに、ありがとう。105さんちゃんって読んだらいいのか、そうか。おはよう。1053ちゃん、ちょっとややこしくなっちゃった。おはよう、カムシャン、おはようございます。おはよう。年明けの声でしも覚えしたよ、絶対当選してくる。明けおめこ、あー、びっくりぽんびっくりぽんぽん、ありがとうございます。びっくりぽんぽんはとても不意に来るので、本当に全然反応がもう本当ガチのびっくりポンポンって感じで、びっくりポンポンみたいな。ありがとうございます。さあ、ベルということで、こちらはデデンデデンドゥル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 はじめです。レインボースターありがとう。みかんでアワードとハッピーでしたよね。あや、なんかチャンネルの投票数が増えてる。あと赤ホリおおおあ、さすがノミネートされてるだけあって、どこもお強いでしょうね。ゆかとこシャンシャン、おはよう。最後に後半で攻めていきましょう。22までだったかな、なので20日ぐらいからギュイン。さあ、だかの最近毎日がこたつで一日でも欲しいなっちゃった、腰が痛い。いや、でもあのカノンもまだ19歳ですけれども、言うてもね、まだ19歳ですけれども、やっぱ寒すぎて膝とか関節が痛くなるんですので、皆さん本当に気をつけましょう。今日めっちゃお腹の音が鳴ってる。ありがとうシャンシャン、おはよう。赤ちゃんがいると筋痛、公園が11件の負担が重すぎて危機感を語ってた。やっぱちょっと人数的なものだよね。もう毎日出てるんじゃないかっていう時もありましたからね。こうあざあざとかくるみんとかね、ほんとにヨッピーもね、ほんとにみんなほんとに動画やんちゃ、今 TikTok 動画したけど珍しいよな。そうです、なんと沢田若菜 TikTok が
開設され、投稿をいたしました。はい、沢田若菜で検索するともう TikTok で見ることができるので、皆さんぜひ見て、いいねとシェアと、コメントよろしくお願いします。沢田はカノンの沢田で、あの和風の和で、そこに奏でると書いてわかんなですね。はい、素敵なお歌が上がってるので、ぜひチェックしていただければと思います。おはよう。窓ガラスを完全に開けて空気の入れ替え中。寒い。でもなんか気持ちいいよね、寒いけど。はよう、かのちゃん、今日仕事しているふりして18時までに会社を抜け出せる魔法をかけてください。リロリロリロリンリロリロリロリン、見れますやん。いかとこシャンシャン。あなたのキャスタイムのキョピグルミンが体調どうしたら声が回らない。そう、本当に早くね、あの、まあ早くっていうのもおかしいね。あのしっかりと直してほしいなって思いますね。まず怪我は、うん、あの我慢しないでゆっくり、あのゆっくりというかちゃんと治ってからやらないと、またこうつながっちゃったりとかするので、早く、気持ちはね早く治ってほしいよ。だって痛いのは嫌じゃない。あ、痛いのはさ、誰だって嫌だろうから治ってほしいけど、しっかり怪我はね治してほしいなって思いますね。カノンも体調を崩さないようにしっかりとしなきゃいけないなと思いますね。おはよう、びっくりポンポン、ありがとうございます。改めて今日すごいぐるぐるな。そう、X 投票1人1票だからな。いかとこシャンシャンの数どれくらい集まる、投票集まるといいね。みんな頑張ろう。おはよう。あ、でも本当にあのいかとこシャンシャンおはと言われるというかはい、いかとこシャンシャン、まあ別にヤッコファミリーですね。ヤッコファミリーの投票ももちろんお見かけしまして本当に嬉しいし、そうじゃない、ヤコハミではない、これ見たことあるお名前でもヤコハミではなかったり、本当に見たこと、カノンの配信とかでは、配信とかではって言うの言い方違うな、見てくれてる気がするから、うーん、カノン一押しではない方もこう結構、今回のメガネアワードでポストしてくれてるんじゃないかなっていう、ポストを見かけしてすごく嬉しいなって思います。ありがとうございます。デコピンしないでね、頑張ってください。ありがとう。え、小当たりはハッピーホリデーだったよね。1月6日の声申し込んで、いい加減新声みたいなので当たるようになってください。当たれ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 当たりますように。聞こえました、よかったです。ヤギだるま、だるまちゃんが転んだ、ありがとう。俳優ミカデワドの投票、さだかのおひさんで投票よろしいたしました。ありがとうございます、感謝申し上げます。おはよう、キュイン。今日日本人初飛行の日、先週松本鍋の日、松井区の日、松井区ほんのまつげちょっとうまく見せれない。
ギュイーン、おはよう、お仕事行ってきます、今日も頑張ろう、頑張っていってらっしゃい。オイラのさっちゃんは14歳でイメージが止まってます。なんでやねん、15歳で入ってるのにいつ見たん。ありがとう、おはよう。日本人初南極点に到着、寒ぅえ、さんちゃんそれはやばい、お感想みたいな、でもおじさんたちで一緒だよ、ハートリオとハイジニさんちゃん、パーソナルコンピューター、そう TikTok デビュー、おはよう、大切です。沢田若菜めっちゃ決めますよね、何日連続パフォーマンスぐらいとぼちぼちきつい感じ。まあ3日連続だとうわーおーってなるかもうわーおーってなるかもしれん。そう2日連続だとあ、ここはねちょっと気合を入れて頑張るところだなっていう感じですね。まあ1日の時に比べればきついけど、でもあの本当にあ2日間連続かよし気合入れて頑張るぞっていう風だけど、3日連続だとうわーおー3日連続やっぴーみたいになっちゃう気はします。でもまあすごくありがたいことなんですけれども、もちろんねありがたいことなんですけれども、わーおーってなりますね。この前はちょっと、あのお休みさせていただいちゃったんですけど、本当にとかあのお休みさせていただいちゃったっていうよりかはちょっとねなくなっちゃったので2日連続になったんですけど、そう3日連続の予定はありえることなので本当にわーって感じ。おはやにゃん TikTok デビューだった、おめでとう、ありがとうございます。伝えてあげてください、ぜひ。わがなにも TikTok で、ゆきありがとう、 TikTok もフォローして、毎回みえちゃんとねバキバキに踊るの、あー踊るのもどうだろうね、まだ全然初投稿って感じなのでわかんないですけど、歌やもしかしたら踊りも出てくるかもしれないし出てこないかもしれないし、ちょっと未定ですね。そこはゆかだこちゃんしゃん、さんちゃんも解説されません。そうだね、さんちゃんも、さんちゃん何をあげようね、リクとね、もし解説したら、おはよう、ゆかだこちゃんしゃん、トンボの目は回すのほう、ゆきありがとう、おはよう。今日ちょっとうまく出席確認ができてないんですけども、いるかしら、あの虫は。おはよう、おはようございます。まあいなかったら可能しじゃない方を釣るぞっていう頑張る公演ですね。大体の飛んできー、あざずの会話までないと決断何にてあげる、やばい、それはちょっと厳しいすごい、それはすごい大変的な、今日の髪型短いツインテールにするしか好きなのに言ってと特別でアピールしない、短いツインテールありいいよね、短いツインテール好き。なんか写真だとあんまり上手に写らないのが悔しいんですけれど、いいかも、どうしようかな。おはようMQゆきちゃん、欲しいんだった、沢田さんと呼ばせてください、呼んでください、初見です、なんでやねん。さんちゃん今日も朝から本当ありがとう、こちらこそありがとう、本当に、うーん、朝の怪我は痛みより公園に出ない痛みの方が大きい、ああでもダメだよ、ちゃんとちゃんと治さないとダメだよ、うん、ダメ本当に、うん、繰り返しちゃいかんから、足とかちゃんと休みなさいちゃんと休んでしっかり直して、そっから
頑張ってほしいですね。ハートありがとう、バーの花ありがとう。というと、あ、未完全アワードがね今開催されておりまして、そのノミネートされたんですね、カノンが未完全アワードに。ありがとうございます。ということで、X でハッシュタグ未完全アワードをつけて沢田カノンにという名前をねつけてぜひ投稿してください。それが一票となり、カノンを未完全アワードに押し上げることになります。その投票です。仕事行ってくるね、頑張って、ありがとう、仕事頑張ってね、ハートありがとう、いうことでしょ。昨日昨夜ちょっと汗かけてきたからな、だって。そうなの、沢田さんちゃんに投票ぜひよろしくお願いします。全員が飛びよしシュー、ありがとう。ピンクのサリもありがとう。視聴者投票以外もある、数字というのは受賞の可能性も十分あるんじゃね。頑張るぞ、はよ。4月6日土曜日はだけど休日なら可能性は低いけど当たりますように祈ってます。おはよう、おはようございます、おはよう。ハートありがとう、雪ありがとう。今思えばココイチ至近距離が最大のクリスマスプレゼントだったからってかもしれない。メリークリスマス、わお。いや、神じゃなくて中心だとマキコさんみたいなカノンもツイートしてください。マキコさん、あ、なるほどね、ポストをね、もちろんです。ちょっと少々待ってください。うん、行くとこしんしん。でもかつて1日3公演ももう死んでしまう、1日3公演はもう、え、おはよう。かつて1日3公演もう本当に1日3公演はもう、えって感じ。何公演ですか、もうまず詩人ジャンプできないね、3公演できないとか言っちゃダメだけど、もし来たらやるけど、もちろん3公演でもやばいよ、詩人ジャンプ3公演は。釘付けウィンクジャンプ3公演ももう最後1センチとかピョッて1センチと1センチジャンプになっちゃうんじゃないかっていう未知数な感じですね。今日はウィンクを頑張ってしないと、ファミリーに寄せしてスケッチをしてる人もつらないと、うん、みんな落ちちゃうぞ。おはようさんちゃん、おはよう。キャッピー3日連続もすごい、ほんとすごい、尊敬します。おはちゃんのブログデビューまだおはよう、いかどごしゃんしゃん。今日もお弁当を食べずにお腹を鳴らしながらパフォーマンスするのだって。ちゃんと食べるよ、おはよう。あの TikTok デビューいつですか、いつかにゃ。おはよう、ゆうとちゃんしゃん、つらぬに来ました、ようこそここへ。ふふふふだけねちょっと待って、いろいろ混ざっちゃった。今日のファミリーのリクエスト曲は何だって、言わないよ。まあ、あることはね、皆さん今までの傾向でわかると思うので言っちゃいますけど、リクエスト曲はもうね、カロンの好きな曲。おはよう、いかだごしゃんしゃん、おはよう。みかんでアワードで X でさんちゃんに投票したよ、わー、ありがとうございます、感謝申し上げます。
ありがとうございました。おはよう。釣り方赤穂さんと岡さん参考にしてください。さすが。おはよう。彼女も謎のネットして我が家ちゃんの投稿に鏡が見えないかって TikTok に参加。謎のね。おはよう、おはよう。時間であと受賞式カウンちゃんとセクシードレス席しないとダメですよ。困るよそれは。困るよそれは本当に。おはよう、ありがとうございました。おはよう、ハートありがとう。おはよう、頑張って。みえちゃんに対してのスティック動画でTikTokがいいな、さんちゃんらしいな。なるほどね。みえちゃんに対抗はできんよ。みえちゃんに対抗はちょっとあれですけど。ナムシャンフォルナありがとう。おはよう。ありがたこちゃん食べ物だらけになりそう。それは確かに。あんちゃんは参加メンバーだからアドの対象が決まって決定してるんじゃない。え、おはよう。感じてみろ。 X 叫んでみろ。 X 決めた。テー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 心の傷に今日の自己紹介の不思議動画にしてまーちゃんの楽しみとハードだらけ。どんな自己紹介になるかな今日は。おはよう、いかとごしゃしゃん。おはよう、さんちゃんらしいダンスとはどこいしょ。おはよう。ファイナリストライブの最中に長ゼリフ送ってきて文句言ったかなちゃんの動画を聞いとるの。やめてやめて。やめてやめて。マイナスプロモーション。マイナスプロモーション。いやでも本当にあれはありがたい長ゼリフなのよ。もちろんそうなんだけども覚えるんですか。うわおっていうなった。頑張って覚えました。おはよう、おはよう。ゆうとこさん、しちゃん、ぐずりゅうさん。コンサートの後の公演は、コンサートの後の公演は、コンサートの後の公演はもうでもまあ公演はその勢いですね。勢いでいきますかね。で完全アドマキコ自分に投票。あ、そうなの。先生も投票しようかしら。おはよう、おはよう。ほんとありがとう。おはよう。公式参考へメールを作り話してごめん、ごめん、全部座ってて疲れているのでってなんかおじっちゃったかな。座って。おはよう。あと5分。あと2分。かわいい、ありがとう。いや、グロインアップロス喜んでた。最後カロンさんのここ一位。いや、グロイングアップロスだって。嬉しい言葉をありがとう。さんちゃんの好きな曲さ。ということで皆さんお楽しみに。朝から麻婆豆腐、いえすごいね。ピッていう日だね。カロンビーン、カロンビーン。今日出席確認。そうなのよ。だから今日はカノンが残っ、カノンは頑張っていっぱい大量にしないと、するぞっていうするぞっていうね、一日じゃない、公演になるかもしれないですね。いっぱいせんちゃんファン、ゴハミリを増やすぞっていう、こ
になるかもしれない。でもなんか前今日じゃないけど昨日とかに出席確認してくれてた方いたからっていう感じでございます。ということで時間になってしまったのでそろそろサンデスタイムの時間です。はい、それでは今日も13位からサンデスタイムありがとう。登場13位サンデス、ありがとうございます。12位さんです。もう少し話したいのに笑顔で見送るのなんだかな。 Thank you。 11位さんです。サトマークファミリー、未来に落書きしよう、日常をはみ出していこう。 Thank you。 10位さんです。サトマークファミリー、じゃありがとう。9位さんです。あ、餃子さんです。 Thank you。 8位さんです。サトマークファミリー、ああ出てありがとう。7位さんです、ありがとう。6位さんです。さともけかみありがとう。5位さんです。さともけかみ大好き、 Thank you。 4位さんです。さともけおやかみしぼどこはふわふわどこかへ消えるの。ちゃんとあのカノのスマホにいるよ。そして3位さんです、ありがとう。そして2位さんです、ありがとう。そして今日の1位はてるてるさんです。ヤカファミリー、今頑張ってね、ご視聴してます、ありがとう、ありがとうございます。1位素晴らしい。そして今日の8時でヤコさんはタラタタタさんです。あ、いつもありがとうございます。あなたもぜひヤコファミリーになっちゃってくださいね。キュッ。はい、ということで少しでも気になってくださった方はぜひここの後をピンクにしてフォローよろしくお願いします。それでは今日は声出していこうぜ、公演楽しんでいきましょう。あう。今日はこの辺ね、また今夜ね、ありがとう皆さん、朝早くかな。ぜひわかな、沢田わかなの TikTok チェックしてください。そして未完全アワードでは沢田かのに投票ぜひよろしくお願いします。皆さんのウキウキ一票はぜひ沢田かのによろしくお願いいたします。ありがとう。もちゃバイバーイ。